第一形態の村長さんの月は、即死攻撃だよ。今のレオンだと、何を食らっても即死だけどね。月を食らうと、レオンが触手に貫かれるよ。夢で見た。当たらなければどうということはない。この引き寄せは、ダメージがゼロだよ。ダメージが1でもあれば、レオンを倒せるのに、村長、無能。村長さんは、たまに違った攻撃もしてくるよ。あちちちち、レオンは炎のダメージでは死なないよ。そして、さっきの振り下ろしは、発生が早いから注意が必要だね。恐ろしく早い振り下ろし、ゆっくりは夢で何度か見逃しちゃったね。でもなんだかんだ言って、夢の数で言えば、リットの日ではないよ。この村長さんとの戦いも、リットを攻略した後、そのまま動画を撮ってるわけだし。村長、楽、リット、大変、籠城戦、籠城戦、籠城戦。それはそうと村長さん、やっぱり、自宅の電柱を変える時なんかも、こうやって背骨を伸ばして変えているのかな。便利だね。でも難点としては、どうしても胴長短足に見られちゃうことだよね。足を伸ばせばよかったんじゃないかな。胴長短足どころではなくなってしまった。第二形態については、跳ねる方法がいくつもあるので、お察し。カメラをうまく使えば、感覚の調整も楽だね。今なら本当の意味で使える。超余裕。地面を這う村長さんも、今ならプリティで可愛く見える。一回地面に落とすと、右や左の柱に行ったり、羽が解除される場合がほとんどなので、もう一回位置調整をし直すよ。さっきから、村長さんの背骨ビルが、レオンにびちゃびちゃかかってる気がする。臭そう。レオンがナイフを振るときに、頭が微妙に動くから、そのときに強毒が当たることがあるよ。というかあった。理解したか？これが、物を殺すっていうことだ。この眼球は、独自の無眼の眼球かな？わしの眼だよー。無駄に快適な扉を抜けると、次は、城への坂道だよ。その前にちょっと、卵を装備しておくよ。この認証装置、やたら位置が高い。レオンの身長は、180らしい。やばい、暴走トラックが突っ込んでくる。でも大丈夫、ゆっくりにはシフトっていう能力があって、運転手に乗り移ることができ、できない。できるわけないのに、なんでできるって思っちゃったんだろう。なんにせよ、トラックが事故ってくれてよかった。ハードラックとダンスっちまったんだね。ここの増援は、全部で8体いるんだけど、斧を投げてくるやつと火を吹いてくるやつがいるので、なかなか相手にしづらいよ。坂道でまとめて相手にすると、すぐに攻撃をもらっちゃうので、広い場所で相手にするよ。そして、やってみてわかったけど、異常に難しい。これもしかして、坂道で相手にした方が、簡単だったのかもしれない。そのおかげで、トラックの運転手に卵をぶつける技術だけは、無駄に上達しました。さっきの関所みたいに、どこかにバリケード一つでもあれば、幾分か戦いやすくなるのにね。障害物なしで戦うのが、これほどまでにきついなんて。ああ、ごめん、嘘。超余裕超余裕。トラックも一発で倒せているし、この村人たちも一回で攻略できているよ。どれくらい超余裕かっていうと、活動限界まで残り3分半っていう時に、量産型エヴァシリーズ9体を倒しちゃうぐらい超余裕だよ。一気につき、20秒しかないじゃない。蹴らせて。計算通り。よし、アシュリー、一旦体勢を立てな。あれ？
アシュリー、噛み切った？この親父、松明で殴ってくるタイプと、火を吹いてくるタイプがいるよ。切って燃やそうとして殴られたり、空振りさせようとして燃やされたり、もう夢は見たくない。間に合った。そして、こいつで最後だ。アシュリーを助けようとして、ナイフで切ってしまったにも見たっけ。アシュリーを担いでいるバナードからは寄生体が出ない戦法。そして、一回やった後に気づきました。この村人火を吹くやつだ。村はこれでおしまいだね。なんだかんだあったような気がするけど、村を超余裕で攻略できました。村、超余裕でした。悪夢を見た後にこの夢を爆にあげますって言うとその悪夢を二度と見ずに済むんだって。この夢を爆にあげます、この夢を爆にあげます、この夢を爆に。超余裕、瀕死のレオンが、ナイフ一本で、バイオ砲攻略。早速、前回のトラックで使った卵を補充しとくよ。今回からチャプター3に突入して、敵が邪教徒に変わったよ。とは言っても、やることはそんなに変わらないね。アシュリーが、冷たい目でレオンたちを見つめている。ゆっくりとしては、こんなところで、そんな格好をしている方がどうかしていると思います。入り口の方に、増援が2体湧いているはずだけど、距離があるので、先にこっちの仮面邪教徒を倒しておくよ。このエリアに入ってすぐのところに、アシュリーを待機させておいたら、いきなりさらわれてしまった思い出。あくまで思い出だよ。夢での話じゃないよ。そろそろ増援が来るかな？計算通り。ちら、よし、計算通り。倒せる敵は倒したので、縄文の破壊をしに行くよ。投石で邪魔をされて回せない？でも大丈夫。ここでは、回すのをキャンセルした瞬間、ほんの少しの間だけ、無敵時間が発生しているよ。有名なやつだね。あれ？これ、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲じゃねえか。完成度高いなおい。車輪が球体だったら、もっと完成度が高かったのに。大砲を撃つと、それまでエリア内にいた敵が消えるよ。消えた敵は、撃退数に含まれないから、わざわざ増援を倒しに行ってた。